すごくワクワクする島だね。鬼ヶ島と違って楽しそうだ。あちこちで海賊が暴れているみたいだ。光月おでんとして止めに行かないと。ルフィ、望むところじゃない。海軍に見つかるよ。敵を成敗するのもまた万有だね。海軍が近くにいるって。悪い、遊ぶのに夢中だった。強き者がいるようだ。この戦場ならば俺も楽しめるか。海賊はいなくなったけど、騒いだせいで海軍が集まってきそうだ。君たち自由なのはいいけど、さすがに暴れすぎだ。俺の勝手。俺は海賊だからな。君、侍なのかい？それにしては不思議な格好だけど。秋だけが全てを凌駕する。助けられたようだ。また面白い海賊に会えたね。ってまた海軍が集まってきてる。敵を成敗するのもまた万有だね。そんな気はしてたよ。でも僕の万有はこれからだ。ここまで来たらこの島丸ごと光月おでんが頂戴いたす。気配が。さっきの借りを返しに来た。覚えてねえとは言わせない。本気で行こう。思ったより数が多いな。昇竜火炎発見。わらびでとってますが。トーク雷鳴発揃いだったが、おでんの漫遊は止められないぞ。この強さはおでんにも引けを取らない。秋だけが全てを凌駕する。僕はもういないはずなのに、船着き場の方から強大な気配が。僕にどこまでできるか手試しだ。先ほどの借り、ここで返させてもらう。売れなさったのは今での私とは思えない。さっきは助かった。今度は一緒に戦うぞ。この地は光月おでんが奪った。何人束になろうとこの光月おでん、遅れは取らぬ。だけが全てを、俺がまとめてぶっ飛ばす。おでんの誇りにかけてこの地は守る。大徳大名発見。悪そうだけど自由なやつだった。僕も負けていられないな。いい漫遊だった。でも世界はもっと広いはずだ。